も皆さんこんにちは、ゆきです。今日が11月の22日、いい夫婦の日ですね。に時間が16時ジャスティーということで、今から動画撮っていきますけれども、まあ今ねかなり下がってきました。ちょっとまずい、実質というか正直やばいところまで来てます今で。まあ実際のところ、まあいつも通りね、ビットコインとリップルとチャート分析して、で一応ね、もしかするとよ、もしかするとリップルが上がるかもしれないっていうニュースが1個入ってるので、そちらを紹介して終わっていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、でね、いつも通りになりますが、こちらもね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いします。はい、では行きましょう。ビットコインじゃねえな、リップルから行きます。リップルがついに25円台入ってきました。これはもう僕予測しましたよね、25円付近まで下がるよっていうのは。なんでここはね、誰も僕の視聴者さんは驚いてないと思います。でマイナスで言うと、24時間変動比でマイナス 4.3%、まあ、約 4.5% ぐらいですかね。で、下がってきてますよと。もうかなり危ない。これに関して言うと、かなり危ないとこまで下がってきてます。はい。で、1時間してみると、こんな感じね。まあ、完全に25日線に抑えられて下がってきてますよという感じですね。逆にね、ここまで、この25日線とかっていうレジスタンスラインが効いてるようなチャートの流れっていうのは珍しい。本当に。うん。なんですけど、まあ、綺麗に効いてる状態。ここでもしっかり当たって、下落してる。で、ここでも当たって下落してると。なんで、完全にこの25日線がレジスタンスラインに今現在なってますよと。これで言うと、線路もね、まだ全然新しいので、まだまだ効いてくるんじゃないかなっていう線になります。はい。で、次が4時間足ね。4時間足で見ても、完全に25日線に抑え込められて、下落してきたかなっていうところですね。やっぱりね、この、まあ、どっちみち、最終的にこの4時間足の25日線がやっぱ強かったんですよ。かなり強かった。うん、スラムダンクでいうところのやっぱりね、三能の、川田ぐらいのレベルはありました。兄の方ね。うん、弟のミキオじゃないよ。兄の方ぐらいのやっぱりね、抑え込み方はありましたよね。ゴリすら抑えれるぐらいの、やっぱ壁の力ですよね、これは。なんで、まだこのまま下落するかもしれませんっていうところなんですけど、まあ一応ね、最後に紹介するニュースが、まあ若干まあポジティブなニュースになるので、まあこれが好判断として捉えられるのであれば、少し上がってくるかもっていう感じ。まあ、ただね、どっちみち25円っていうところは、サポートラインになってくると思います。現状ね、なると思います。ので、まあ、そこに関して言うと、ちょっとポイントとして見といてもいいかなと思います。なので、25円付近になってきたら、まあ、25円に触れた時点でロング入っていくもよし、ゲーム使い増しもよし。で、25円でロング入る場合は、例えば24円ぐらいで損切り入れといて、で、25円から、例えばやけど30円幅ぐらいで取っていくみたいな、取り方やと結構ね、有効に使えるかなと思いますのでね、ぜひ使ってみていただければなと思います。はい。まあ、この辺も日足とか週足見ても完全にもう綺麗な下落トレンドを描いてしまってるし、でね、やっぱね、これね、週足がね、この前回の 26.2 ぐらい、26.2 ぐらいよりも下で固まってしまった場合はやっぱ下意識されちゃうからちょっと怖い、そこは怖いですけど、まあ一応25円でサポートされるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあどっちみちですよ、まあチャート分析込み含みですけど25円はチェックしておかないといけない、25円がサポートになる可能性はあるので、そこはね必ずチェックしておいてください。はい、さあリップルは以上でございます。で、ビットコインがね、現在が81万、先に80万9千まで下がってます。なんで、このまま行くと80は触ってくるでしょう。で、リップルと同じ、リップルは25円がサポートラインになってくるんちゃうかなと思ってます。で、ビットコインに関してはやっぱりキリのいいところ、80万っていうところはさすがに一旦跳ね返ると思うんですよ。どこまでちょっと跳ね返るかわかりづらい。読み切れへんけど、80万っていうところはサポートされると思うので、まあ、ロングのチャンスって捉えてもらってもいいし、その80万をドンって抜けてしまった場合は、それこそ70万付近まで落ちる、65万付近まで落ちるっていう可能性が全然あるので、もう要は気持ち的には切り替えて、現物で買うタイミングいつかなっていうタイミングを測る、時間になってきます。なので、80万抜けたら、お、買い時来るんじゃねえかっていう風な読み方でいったらいいと思います。なので、ポジション取っていくとかどうこうよりは、買い場はどこかっていう探すっていうのがすごくポイントになってくると思うので、ここはね、しっかりと押さえておいてください。なので、今現在が81万。まあ、80万9千枚一回下がってます。なので、ここの、このまま行くと80万には触ってくるでしょうっていうところですね。で、一応ね、これ4時間足なんですけど、ちょっと1時間しか見ていこうかな。まあ、こんな感じで下がってきました。まあ、どんどんどんと2段下げぐらいかな、の感じで下がってきて、で、一旦まあ、戻ったんですよね。ただこれが要は戻り売りって状態です。これ僕よくね、言葉で出すと思うんですけど、これが俗に言うそういうポイントね。ここまで下がってきました。で、一旦ちょっと値戻りします。
で、これでロング履いた人はここで焼かれちゃうわけですね。ポジション焼かれちゃうので、これが戻って、一回見なあかんっていう状況。で、戻り、売りが発生したという感じです。ここでね。うん。これが俗に言う戻り売りっていう状態です。逆に言うと、その、押し目買いっていうのは、こう下がってきたのが、こう上がっていくのをこれ押し目買いって言います。こう上がってきててね。上がってきてて、一度下がりました。で、ここでショート焼くためにみんなが、買いに入るんですよね。そうすると、今度は、押し目。ここが押し目の状態。押し目で、買われて値段が上がる。これが押し目買いね。うん。なので、まあ、こういう状態が起こりうると。で、逆に言うと、これは完全に、戻り、売りっていう状況が発生しましたよっていうところです。ここは押さえておいてください。これも覚えておいた方がいい言葉の一つなんでね。押し目買い、戻り売りね。これは覚えておいてください。よいしょ。で、まあ、ここに関して言うと、ボリンジャーバンドのセンターラインには触れてないんですよね。触れずに下がってるので、ちょっとね、読みづらかった。正直。もうちょっと上がってくれて、センターライン触れたぐらいから下がってきてくれてると、大きく値幅取れたんですけど、その前にちょっと下がっちゃったんで、ここではちょっと全、なんていうんですか、土点では取りにくかったかなと思います。はい。っていうところかな、現状で言うと。なんで、まあ、このまま行くと一旦この80万でどうなるかっていうところ、一番注目しないといけないので、ここは絶対に見ておいてください。リップルの25円、ビットコインの80万。この2つのポイントは確実に、重要ポイント。リバルにしても、抜けるにしても重要ポイントになってくるので、ここに関して言うと、絶対にチェックしないといけない。なんで今日はできる限りね、チャートはこまめに見とくようにしましょう。で、抜けたら、完全にショート。まあ、ただ、さっきも言ったみたいに、騙しっていうのがあるから、ちょっと抜けたからって言って、即ショート入ってしまうと、その時の後リバリで来た時に、反応しきれなくてめっちゃ焼かれちゃったりするので、そこはちょっと注意ね。一本ぐらい待った方がいいかも。まあ、1時間足とはまでは言わへんけど、まあ、30分1時間足ぐらいはちょっと様子見た方がいいけど、うん、それでもやっぱり抜けるとね、かなり下に落ちる可能性がズドンと増えます。やっぱ80万まで来たら売ろうって思ってる人もおると思う。逆に言うと80万だったら買おうって思ってる人もおるから、うん、だからどっちが勝つかっていう感じになってくる。攻防戦どっちかになるから、うん、その勝った方に動きます。で、動いた時に、まあ、後乗りするもよしやと思うんですけど、ただ焦りすぎると逆に焼かれる可能性も出てくるから、こういう攻防戦の場合は。うん、要はそういうところに大口が潜んでる可能性があるでしょう。そうすると抜けて、あ、抜けた、みんなショート入れたなと、そこで大口さんがじゃあ利益取るためにばっこり買っていこうぜみたいなことで、もう完璧、もうそれこそ前回の30万幅ぐらいリバったりとかする可能性は全然あると思うので、うん、ここに関してはちょっと要注意、要注意やけど要注目っていう感じです。はい。なのでここは絶対見ておきましょう。はい。まあ、4時間足もほぼ一緒です。見方で言うとその80万っていうのがもう大きなポイントになってくると思います。ただその上がってきた時にどこまでで利確していくかっていうところなんですよね、結局は。もし上がった場合ね。そうすると多分ね、この下落トレンドのトレンドライン抜けれるかどうかっていうところになってくるんですよね。で、出来高で言うと完全に売り圧が強いんですよ。なんでここ抜けれるかどうかっていうとちょっと難しいかも。まあ大口が動いたらわからんよ。その要は後乗りで大口動かれたりとかしたら、ほんまに前の30万幅上昇暴騰みたいなことになってくると思うので、そこはちょっと読み切れへんけど、一応利確するとしたらこの下落トレンドのトレンドラインに触れるぐらい、89万、90万弱ぐらいのところで利確するのがいいかなと思います。ただ、もっと利幅取りたいっていうのであれば、例えばやけど、半分、ロング入った分の半分をここで利確して、で、もう半分を、もう一段階上のところに利確幅取っとく、みたいなこともできるので、うん。ただ、全額で利幅取っていくと、その、下落トレンドのトレンドの上にね、そうすると、ここの下落トレンドで反発させられて、下に下がった時に、すごい損しちゃうので、そこに関して言うとちょっと難しいポイントになってくるかなと思います。なので、よく書きすぎないことっていうのはポイントになってくるかも。うん。利益取れたっていうことがすごく大事になってくると思うので、この局面で言うとね。なので、ここはしっかりと押さえておいてください。そうね。まあ、そんなとこかな、今日のビットコインでいくと。まあ、ちょっと短めの動画になっちゃったけど、もう極端に下がったのでね、もうこれしか言うことないかなっていう感じです。なので、もう一回言いますよ。今日のまとめは、リップルは、そう、25円ね。で、ビットコインは、そう、80万。そうですね。ビットコインは80万。リップルは25円。ここが分岐点になると思います。ショートにがっつり下がるか、もしくはリバってしっかりと上がってくるか、みたいなポイントになってくると思うので、ここは要チェック。押さえておいてください。俗に言う、厚所っていうやつですね。はい。なので、ここはしっかりと押さえておいてもらえるといいかなと思います。はい。では、今日のね、ちょっとだけポジティブな、ニュースを入れてから終わろうと思います。
まあやっぱりね、リップルもね、かなり下がってきてしまったんで、正直このどこまで下がるかは分からんけど、一応ちょっとしたいいところっていうのを紹介しておきます。ここですね、アクセスが困難な送金市場、仮想通貨リップルの ODL で展開と。で、送金企業者、マーキュリーさんかな、マーキュリーさんが、言いましたよということですね。で、このね、ODL っていうのが、昔僕がよく言ってたと思うんですけど、X ラピッドってやつです。要は送金システムね、リップルの。それが新しくなって ODL ってなってます。これはもう絶対押さえておいてください。ODL といえば、リップルの送金システムですよ、という感じですね。で、リップルネットに参加している、送金企業者、送金業者、マーキュリー FX は、仮想通貨リップルを、利用する ODL、QX ラピッドのメリットと、送金事業について語ったと。で、最新の、リップルインサイツで判明した、ということですね。で、リップルネットに参加した最も大きな理由が送金手数料であると。で、ちょっとずらっと省くけど、どういうことかっていうと、これまでね、メキシコに送金するのは至難の技やったんですよ。至難の技、もうめちゃくちゃ難しかったと。で、なんでかっていうと、まず通常3日いると、中3日、だ送金してから3日後にしか入金されなかったんですよ。そうするとね、やっぱビジネスってね、リアルタイムが大事なんですよね。もうほんま生き物やから、ビジネスってその場その場の相場やったりとか、お金の動かし方というのもすごい大事になるんですけど、3日も空いちゃうとね、やっぱりなかなか難しいというところだったんですよね。で、なおかつよ、手数料が50ドル。ね。1回の手数料5000円以上かかんねんで。今だから108、109円としても、もう5000円以上、6000円ぐらい近くかかってくると、1回の手数料で。そら厳しいよ。10回送金したら6万やからね。だからそれで考えると、やっぱ至難の技やったと。で、やっぱりなかなか参入できなかったよというところなんですけど、ODL を利用した結果、数秒以内。これすごいでしょ。これはすごい。3日かかるところだよ。もうこんなんよ。数秒やから。3日がこれ。ね。そらやっぱりね、後半だと言わざるを得ない。これに関して言うと。これはやっぱりね、実装されるとかなり強みになるでしょ。うん、数秒後に送金が完了して。しかもよ、もっとすごいの。これプラスよ。プラス50ドルの手数料がたった2ドル。ね、200円。約200円。まあ、216円とか、まあ、220円ぐらい。普通に日本の土日の銀行と一緒。海外に送金するのに。これは素晴らしいとしか言えようがないと。別に僕リップル信じちゃうで、さっき言ったけど。けど、これは素晴らしいでしょ。あくまで。もう客観的に見ても素晴らしいことです。技術の革新としてね。うん。なので、通常3日、平均50ドルの手数料。こんだけえげつなかったものが、数秒で送金できて、なおかつコストまで下がる。これね、昔はあったんですよ。数秒で送金できる代わりに、損借り手数料倍いただきますよ、みたいなことはもしかしたらあったかもしれない。昔のビジネスやと。けど、どっちも縮小されるっていうのは素晴らしいことですよね。なので、これを機に、まあ皆さんがこれ、あ、やばい、ODL やべえよってなった場合は、やっぱりね、動いてくる可能性がある。要は、リップルを実装してくる可能性がある。そうすると、リップルっていうもの自体の価値が絶対上がってくるので、それに関して言うと、これは後半だったでしょうということでございます。ただ、まあ、いつから効いてくるのかって言われると、ちょっと難しい。まあ、実装が始まったりとか、まさに例えばですけど、大手のどっかの銀行が、実際に使いましたよ、みたいな。実際に、ODL を、導入しましたよ、とかなってくると、かなり強くなってくるんじゃないかなと思います。まあ、ただ一応ね、マーキュリー FX は、その後 ODL を利用して、メキシコ商品を輸入する A 企業の決済を処理していたと。だからもう実際、まあ、使ってもいるんですよ。まあ、テストかもしんないですけどね。まあ、要は、使用期間みたいな感じで使ってるかもしらんけど、まあ、もう使ってる、企業があると。で、まあ、今まで参入できなかったメキシコの商品を輸入する形ができるようになるということですよね。これも素晴らしいことですよね。で、食品輸入業者にとって、決済の所有時間は非常に重要だと。さっきと言ってるところと一緒ね。まあ、要は鮮度が大事ということですね。で、ODL の迅速な決済時間で、業者は通常よりも3日早く注文した品物を受け取ることが可能になったんですよ。だからこれがさっき言ってた、もうほんまに生物やから、早くしないといけないけど、3日後ですよって言われたらすごく困るというところなんですけど、それがね、短縮されたことによってこれが起こるよと。品物を受け取ることが可能になったよということですね。で、リップルネットを用いて、これまでアクセスが困難な市場でも、我々の企業、個人クライアントは自由に取引できるようになると。時短な決済時間による恩恵を語ったということですね。なので、これに関して言うと、すごくね、大きなファンダになってくる可能性が秘められているということで紹介していきました。
うん、なのでこれは押さえておいた方がいいかなと思います。ただまあ今現状で言うとよ、現状で言うとその25円、リプルは25円、ビットコインは80万、このラインがすごく重要なポイントになってくるので、そこは見逃さないように。で将来見ていくとしたら、こういうのも大きなファンダになってくるかもしれないから、今日のニュースもしっかりと押さえておいてくださいということでございます。はい、今日はねちょっと真面目に語りましたが、まあこういった形でね、真面目なことも言っていきます。ただね、昨日のライブ配信でね、すごくいい言葉をいただきました。僕はね、仮想通貨のニュースとかもね、好きなんですけど、それ以上にね、やっぱりバラエティも好きなんですよ。で、それをガッチャンコしました。なので、僕の、このチャンネルは、新しく、ニュージャンルを確立します。仮想通貨バラエティ。これでいきましょう。もう、響きも大好きだし、まあ、昨日ね、視聴者さんからもらったんですよ。ゆうきさん、あれですね、仮想通貨バラエティですね、みたいな感じの言葉いただいて、ってひらめいたんですよね。まさにそう、僕のチャンネルは仮想通貨バラエティっていうジャンルを目指していきますので、まあぜひね、それに応援していただける方はね、チャンネル登録などグッドボタンを押してもらえるとすごく嬉しいでございます。よろしくお願いします。はい、ではね、また次の動画もしくはライブ配信、もしくはね、僕サブチャンネル作ったんで、サブチャンネルはね、下の概要欄とかに貼っておきますのでね、そちらも登録してもらえると嬉しいです。サブチャンネルはもう完全に笑いのみね、仮想通貨バラエティやってんのに、笑いのみのチャンネルやったらあんまり意味ないやんってなるかもしれないけど、まあ、そっちはもう仮想通貨とか関係なく、僕の趣味だけを、投稿していますので、ぜひそちらもね、興味のある方は見てみてください。以上でございます。ではまた次の動画、ライブ配信、サブチャンネル、どれかでお会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報を、どんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは、バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか、下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。